もしお若いお人、もしや代理に行かれるのですか。もう。それならば脇道の方がよろしいです。今は水の中、主の恋の寝床になっている大きな洞窟の先でございます。もうお主、恋の鱗を知らんかえ。宮様の宝ごり、尊い鱗。それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。礼をし、良きおの子じゃ。また鱗持っておいでや。よくも測りおったな。何が貴族なものか、永遠なものか。返せ、父よ、王様を返せ。
辺境か。
一心様、何があった？一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその機に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様は？これを。この鍵、巫女様は城外への抜け穴か？はい、狼殿。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。九郎様はその抜け穴から城外へ脱し、すすきの原であなたを待っているはず。わかった。一心様の命にて夜鷹の衆が目印の呪しを屋根上に置いています。夜鷹の呪しをたどり、九郎様を追ってください。
しまった炎が暴れ狂ってひどく泣いてやがる。Thank you.
Thank you.